皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬がですけれども、人好きになる方法、逆に人嫌いになる方法、今日これについてお話していきます。まあね、こうワンちゃんがね、うちの子が、まあ、人を見てワンワンガブガブ行くのか、それとももう尻尾振っとんかお尻振っとんかようわからんぐらいめっちゃうわーって行くのか、どっちがいいかってことなんですね。おそらくはやっぱり人好きの方がやっぱ飼い主さん的にはいいかと思うんですよね。で、これはまあ持って生まれたものももちろんあるんですけれども、やっぱり人の対応で全然変わるわけなんですよ。なのでここをやっぱりしっかりと理解した上で、じゃあ飼い主さんとその周りの人がうちの子に対してどういう風にしてあげたらいいのかな、どうやれば好きになるのかな、どうやってしまったら嫌いになるのかなっていうところまで今日ちょっとお話していこうと思いますので、もうね、人好きになってほしいっていうね方はぜひこれチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。インスタグラムに関しては、ここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄ですね、それぞれチェックできますので、よかったらね、チェックしてください。はい、というところでね、まあ、好きになる方、嫌いになる方法っていうことなんですけれども、先に結論からいきますね。まず、好き。ね、人好きになる方法。それは、子犬がですよ。子犬が楽しいと思う経験。はい。逆に嫌いになること。嫌いになることは、子犬が、怖いという思うことです。これのがってわざと強調したんですけれども、このががめちゃくちゃ大事なんですね。で、やっぱりなんでかっていうと、やっぱ人の対応次第だってことなんです。人の対応次第です。人の対応によって、まあ、人が楽しかっただけではやっぱいかんってことなんですよ。人の対応で、そのワンちゃんがどんな感情を起きるのか。そこで変わってくるわけなんですよね。はい。なのでやっぱ結構ね、ありがちなのは、結構失敗しやすいのが強制抱っこ。はい、抱っこしてみたいな、慣れなさいみたいな、こうやってもうカチッと固まって動けないみたいな、震えるとかね。あとはすごいもうねこう追いかけて追いかけて、頭ゴシ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 みたいな、はい、でも逃げてるぞ、こうやってやめてみたいな、けど飼い主さんがやれ、挨拶しなさいみたいな、でグイーってガシガシ、もう最悪みたいな、はい、そんなことが起きるわけですね。なのでそれって結局人が楽しいだけであって、子犬ちゃんが全然楽しくないんですよね。はい、もう最悪な状況になってくるわけです。なので子犬が楽しい経験っていうのをしっかりしていくっていうのがめちゃくちゃ大事です。はい、なのでね、ぜひ今日からやっていますっていう方はね、よかったらいいねとかね、じゃこういう時どうしたらいいですかみたいな形でありましたら、コメントでいただけると励みになりますので、よかったらお願いします。じゃ あ今日からすることもね、ちょっとお話していこうと思いますので、ぜひ宿題チェックしてみてください。では今日の宿題はこれです。はい、じゃあですね、今日は、人好きに、ねなるワンちゃんと嫌いになるワンちゃんで、まあ、人の対応がね大事なんですよというお話でした。じゃあどうしたら言いたいのか、もちろんね、好きになってほしいと思いますね。何したいのかね、ご褒美もらいましょう。ご褒美、要は人に対してガシ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 だけでは、本当に人が楽しいんで、もしかしたら嫌な、もちろん喜ぶ子も言うんですけどね、けど分かんないんです、それってなかなか腹の内まではね。なので確実に楽しい、確実にいい経験っていうのはご褒美が確実なわけです。ただその時に大事なのは、ワンちゃんが自ら行くか行かないか、ここはめちゃくちゃ見てください。行くのであれば OK、 そのもらいにね、けどいか、ああどうしようってこう葛藤してるとか、もう全然行きませんっていうことはやめてあげてください。他の別の対応がいいです。はい、もしガンガン行きますって方は、ぜひどんどんご褒美もらっていきましょう。こんな感じでね、まあ、1歳のね、しつけか、まあ、やっぱりね、悩むこといっぱいあると思います。ね、まあ、これ以外にもね、なんかいろんな悩みありますね。トイレ噛むとか。ね、うちで言うと、しつけ教室、その前のですね、入学説明会っていうのがあります。その入学説明会では、飼い主さんがゆっくりとね、しつけ方ってこんなんですよっていうのをゆっくりとお話しする時間がありますので、1歳未満のしつけで悩む方、なかなか人がね、慣れないんですよねって方は、ぜひ概要欄の方ですね、入学説明会貼っておりますので、チェックしてみてください。というわけで今回は、人好きになる方法、嫌いになる方法って形でお話しさせていただきました。ぜひ、人からご褒美をもらうっていうのをぜひ、今日からやってみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。